鉄霊市は、中華人民共和国両年省に位置する地球市。鉄霊市は、両年省北部、松両平原の中央に位置し、南は、新洋市、武順市、北は、吉林省市平市、東は、武順市、清原満足自治県、吉林省両源市と接する。西は、新洋市方向県、公平県。 内モンゴル自治区通り、両子ホルチン左翼後期である。市内には京光線と広大線の鉄霊駅が置かれ、馬八溝を外交としている。春秋戦国時代は、東湖の居住地であり、縁の慶応により、両東軍が設置された。関大の両東軍持地平ら県に否定される。東大は渤海が、古史期末活の勢力地を支配下に収め、復襲と解消された。により、 府州は、銀州と解消され、近代に、信仰圏は存続する。現代に、信仰圏は廃止され、皆、平府に編入された。秋夜になると、鉄霊市の南に、鉄霊営が設置されたが、後に、鉄霊マモルは北に移転された。1664年に清朝により、鉄霊営が、廃止され、鉄霊圏が設置され、 西京将軍法典府に属した。日露戦争後には、日本人居留地が増加し、日本軍の駐屯も実施された。1914年に、法典省、両新道に編入された。国境内戦では、中国国民党に対する武装ゲリラ戦が行われ、1948年10月28日に、解放軍が入場した。漢族、満族、朝鮮族。 猛虎族、海族、しべ族、ウイグル族、オロス族など31民族が住む。貝原市と西豊か県は少数民族が多く、それぞれ54.5%と40.8%を占める。満族は貝原市と西豊か県に多く、朝鮮族は貝原市と鉄嶺県、清川区、義二州区に多い。鉄嶺市の市外区から、 南南西11キロ離れたところにシンクの建設が進んでおり、以前銀州区市政路にあった市政府は2010年からシンクのダイヤモンド広場、に追いこ前に移転していて、旧市政府の建物は銀州区政府の建物になっている。2011年に新陽市、武十二市と共に市の電話区域番号は02 4帯になった市外区の市政路にある 銀州区人民政府ビルにしかつくに研究し、二県級、市、三県を管轄する。鉄霊線区、鉄霊地区、鉄霊市石炭、電力、夜勤、機械工業、化学などの重工業が発達している。中華人民共和国による、開放後、鉄鋼工場が建設された。全市家庭食生産量は25億キロ。 うちとうもろこしが20億キロで、全小生産量の3分の2を占める。とうもろこしの副産物であるフルフラールの中国最大の工場がある。また、牧畜業も盛んで、牛肉、豚肉、鹿肉、羊肉などを生産する。農産物、綿布の集産地でもあり、町から出荷される、鉄霊綿布が有名である。次のような見どころがある。 AB 人口民族 ABC、聖戦中国地名辞典、572から573ページ、ABC 推しの、鉄霊、アジア歴史辞典六巻、439ページ、超遅刻監修、最新中国地名辞典、339ページ、青木千恵子、ティエリン、世界地名大辞典七巻、820ページ。ありがとうございます。